アズマボールとは関東大学アメリカンフットボール選手権のことである。関東大学選手権として第40回を迎えた2011年により現在の名称となった。関東学生リーグ一部 A ブロックと B ブロックの優勝校が対戦する。勝者は全日本大学アメリカンフットボール選手権に出場し、パインボールの勝者と甲子園ボールの東日本代表の座を争う。 関東大学選手権は1970年度に関東学生リーグが一部二部制から5つの並列リーグに再編成されたことに伴い創設された。第1回と第2回は5校の優勝校によるトーナメント戦、第3回から第8回は並列リーグの上位校発行によるトーナメント戦、第9回から第11回はそのうちの1校とた。 地区の一行による予選を加えた方式で行われた。第11回には日産自動車がスポンサーにつき小型自動車の名前を取ったパルサーボールという名称がついた。関東大学選手権と別にパルサーボールにも大会回数が通算されている。それまで決勝の会場には駒沢オリンピック公演総合運動場陸上競技場が使用されていたが当初は 横浜スタジアム、ついで1988年から東京ドームが使用されるようになった。第12回からはリーグの再統合による一部リーグの並列化に伴い、予選リーグ終了時の一部 A ブロック優勝校と一部 B ブロック優勝校による対戦1試合に変更された。日産自動車のスポンサードは第25回で終了し、第26回は別償なしで行われ、 公式も一部 AB ブロックの角2位までの4校によるトーナメント戦に変更された。第26回は決勝で東京ドームを使用したものの関東圏でのアメフト人気水隊からの運営避難などもあり、第27回からは川崎球場を使用した。第31回には新たな名称が公募され、固い者同士が激しくぶつかり合うという意味のクラッシュから、 クラッシュボールという名称が採用された。しかし、日本語の読みでは、衝突事故やハードディスクの故障を表す、クラッシュと変わらず、パソコン業界や航空業界に広告の依頼を断られることが多かったという。また、決勝の会場も埼玉スーパーアリーナに変更され、第34回からは味の素スタジアムになった。 第37回には再び出場校が現行方式に戻った。2009年には甲子園ボールの出場校が全国の大学を対象にすることになったために関東大学選手権は休止され全日本大学選手権の東日本代表校決定戦としてクラッシュボールが開催されることになった。クラッシュボール準決勝戦で関東一部 AB ブロックの優勝校と北海道と東北の一部、優勝校が対戦する方式となり、日本学生協会の主催、関東学生連盟の主幹になった。2011年には、関東大学選手権が再開され、第40回関東大学選手権第1回、あずまボールとして、横浜スタジアムで開催された。なお、関東学生リーグの再編に伴い、 2013年大会をもって現行方式での同大会は廃止され、今後東日本代表決定戦へは実質的な新一部リーグトップ8で優勝した大学に出場権が与えられる。第3回、東マボールの試合結果は以下の通り、日本大学フェニックスが勝利し、東日本代表校決定戦の出場を決めた。 関東大学選手権アズマボール13時15時33分横浜スタジアム天候晴れ気温15.5度監修13200人第2回アズマボールの試合結果は以下の通り法政大学トマホークスが勝利し東日本代表校決定戦への出場を決めた関東大学選手権アズマボール13時15時43分横浜スタジアム 天候バレ、気温11度、観衆13,863人、第1回、アズマボールの試合結果は、以下の通り、日本大学フェニックスが勝利し、東日本代表校決定戦への出場を決めた。関東大学選手権アズマボール13時30分16時10分、横浜スタジアム、天候バレ、気温13度、観衆13,838人、 第11回クラッシュボールの試合結果は以下の通り、早稲田大学ビッグベアーズが8年ぶり2度目の甲子園、ボール出場を決めた。東日本代表校準決勝戦、第1試合11時13時12分、川崎球場、天候曇り、気温17.7度、観衆戦249人東日本代表校、準決勝戦、 第2試合13時45分15時58分、川崎球場、天候曇り、気温12.5度、慣習814人東日本代表校、決定戦13時15時56分、東京スタジアム、天候バレ、気温17度、慣習13,522人、第10回クラッシュボールの試合結果は、以下の通り。法政大学。 トマホークスが2年連続16度目の甲子園、ボール出場を決めた。東日本代表校準決勝戦、第1試合10時30分12時47分、駒沢陸上競技場、天候晴れ気温20.5度、観衆戦300人東日本代表校、準決勝戦、第2試合13時20分15時20分、駒沢陸上競技場、天候晴れ 気温21.0度、観衆船150人東日本代表校、決定戦13時15時50分、味の素スタジアム、天候曇り、気温12.5度、観衆12,500人。ありがとうございます。